こんにちは、アキです、先日、うちのお弟子さんたちに動画を見てもらいました。そしたら、大変な評判でしたね、話が長い、それから面白くない、髪型がひどい、部屋が暗い、英検の動画は誰でも出せる、先生にしか出せないものを出せ、あーとかうーが多すぎる、まるで大平総理だ、まあ、そういった、大変な評判でした、まあいうところそのままです、どうもすいませんでした。まあ基本的に大人の弟子たちの言ったこと、まあ、そのままで、自分でも見てて思ったんですけど、まああの人たち裏表がないというか、陰で言わない代わりに面と向かってしっかり言ってくれるのでそのままだと思います、ただ全部いっぺんにはちょっと直すのは難しいので、まず美容院に行ってきました。髪型少しはまともになってるはずです。それから、この部屋、リビングで撮ってます。でリビングで、部屋の明かりプラス書斎のスタンドを持ち込んで、少しは明るくしました。まあ徐々に機材揃えていくから少しずつ照明とかも良くはしていこうと思います。あとあーうーが多いので原稿を書いてみました、思った通りに喋るんじゃなくて少しはちゃんと喋るようにしてます。時々こっち見てるのは原稿見てます。で、あとスケートの関係のこともなるべく出したいんですけどね、YouTube で結構これ出すのって大変でして、例えばレッスンでやってる内容ってやっぱ結構企業秘密みたいなこと、要するに お金を取って教えてるお弟子さんに教えてることなのでなかなかそれを出すのが難しいと。で、あとは試合とかの解説の動画も試合出てる人にね肖像権とかあとは今著作権とかそういったものも出てくるので、なかなかそれも難しいと。まああとは実演して見せるっていうのを少しずつやっていこうと思うんですけど、貸し切りを取ったりとかしながらやらなければ他の人が映り込んじゃったりとか、自分のレッスンの時間とかもなくなってしまうので、まあそのあたりは少しずつやっていこうと思います。まああと英検は、自分の趣味でやってます。まあ、自分のアップデートのためにやってるところもあるので、できればお付き合いください。以上です。